横浜中華街。横浜中華街は神奈川県横浜市中区山下町一帯に所在するチャイナタウン中華街である。1955年以前は東人町や南京町と呼ばれていた。佳境の出身地は関東省が比較的多いが中国各地に分散している。上海路、中山寺、府県路など地名を冠した路地が交差しており、各路地には 当該地の出身者が多い。所在地である中区の中国人人口は6000人を超える。これは同区で登録されている外国人の約4割にあたる。約0.2平方キロのエリア内に500店以上の店舗があり、日本最大かつ東アジア最大の中華街となっている。1866年。 慶応2年の横浜新殿遺留地から数えると150年強の歴史を持つことになる。日本では神戸南近町や長崎新地中華街と共に三大中華街とされる。1859年、安政6年、横浜が開港すると外国人居留地、一種の疎開が造成され、欧米人と共に多数の中国人売弁、中国人商人や取引仲介者や、 外国人外交官の雇い人が来住した。当初、彼らは香港や関東から来ていたため、関東省出身者が多かった。その後、横浜と上海、イギリスの植民地の香港の間に定期船航路が開設されると、中国人貿易省も来住し、居留地の一角、現在の山下町に、官邸病、中華会館、中華学校などを建てていった。これが、 横浜中華街の原型である。初期の埋め立て地、横浜神殿の海岸戦争に建てられたため、この地域の密覚が約45度ずれている。この頃の商店は、日用雑貨店、衣料品店、食料品店などの店が大半で、中華料理店は多くなかった。1872年、明治5年には、柳面、ラウミン、ラウミンの屋台が出始めていた。 1894年、明治27年に日清戦争が勃発すると中国人の多くが帰国してしまうが戦争が終わり、1899年、明治32年に条約改正により居留地が廃止されると中国人は職業制限を受けたものの居留地外にも住むことを許された。遠征外に追われ。 日本に亡命した孫文もこの地で家境にかくまわれながら革命活動を続けている。ただしこの時期は単に外国人街であり、特に中華街というわけではない。例えば1921年、大正10年の横浜市商工案内によれば、この地区の総店舗数263軒中、日本人店149軒。 欧米人店79件に対して中国人店35件であり、そのうち中華料理店はわずか5件であった。一方1910年、明治43年の名誉館では有名な関東料理店として5件を挙げており、1900年、明治33年以降一挙に中華料理店が増えた横浜中華街 P83。1923年、 大正十二年九月一日に発生した関東大震災でこの地区は大打撃を受けて瓦礫と化した。欧米人の多くが帰国してしまったため、やや中国人中心の街へと変わっていった。1930年代には震災から完全に復興し、中国人を中心とした街として賑わいを見せた。1932年、昭和七年の横浜市向。 風俗弁では、南京町でまず目に入るのは料理店であるとし、何々、ろうと称する料理店が十軒あ余りに達したとしている。1934年、昭和9年7月23日の横浜貿易新報では、南京街の品料理を横浜自慢として紹介している。しかし、1937年、 昭和12年7月7日に勃発した日中戦争で多くの家境が帰国し、閉店した店も多い。第二次世界大戦後の復興期に横浜港は賑わい、イギリスの植民地である香港との往来も復活した。横浜市街地は小土と貸し物資不足に見舞われていたが、横浜中華街は戦勝国である中華民国からの物資に恵まれ、1946年、 昭和21年2月20日の神奈川新聞によれば、中華街で営業していた飲食店は96軒であった。終戦直後は豊富な物資を背景とした闇市街としての役割を果たしたが、徐々に物資が行き渡るようになり、数年で闇市としての役割は終了した。それと引き換えに、山下公園周辺に駐留するアメリカ軍兵士や外国人船員が増加し、 町も賑わいを見せた。しかしながら、朝鮮戦争が急戦したことに伴い、在日米軍基地も縮小され、人通りの少ない、静かな町へと変貌した。街灯もない町に、日本人は、良いイメージを持たず、日本人が寄り付かない町となっていた。1953年には、横浜市と横浜商工会議所が中心となり、チャイナタウン復興計画が策定された。 1955年、昭和30年には、中華街大通りの入り口に、廃炉門が建てられ、パ廃炉門の上、中華街と書かれたことで、それまでは南京町と呼ばれていた、この町が次第に、中華街と呼ばれるようになった。1964年には、石川町駅が開業して、多くの観光客が来るようになった一方、会場輸送がコンテナ化されたことで、 外国人船員は徐々に姿を消していった。1972年、昭和47年に日中国交正常化が実現した年に高橋定雄を初代理事長に迎え、街づくりへの志を同じくする者が集う横浜中華街発展会共同組合が発足した。ハードウェア、ソフトウェア面での整備が進められたことで日本人が多数来場するようになり、 横浜を代表する観光地の一つとして発展していった。廃老門は1989年、平成元年に建て替えられ、親父前林を掲げる現在の前林門となった。2004年、平成16年2月1日に横浜高速鉄道港未来線が開業し、終着駅として元町中華街駅が設置された。駅の名称に中華街が入り、 東京の渋谷駅から東急東横線の電車が直通運転されることで中華街のアクセス状況や知名度はさらに向上した。2004年平成16年8月1日より電子マネーエディオ飲食の支払いに利用できるようにし利便性の向上を図った。2006年平成18年3月17日に開病した横浜マソ病は 開港から150周年を迎える横浜の新しい観光スポットとして横浜中華街に誕生した台湾最初の建立の台南市大天候宮より分霊された。マソは140年前に新国領事館と官邸病に祀られていたとの記述が残されており横浜中華街では古くから信仰を得ている。2007年、平成19年から2008年。 平成20年にかけては、中国製品の安全性問題、中国産食品の安全性が、世界的に大きな問題となり、中華街でも、風評被害が原因で、売り上げが減少した。行動を利用した不法なビラ配り、立販売、露店を改善するため、2009年、平成21年7月1日より、ちづくり団体連合協議会が定めた。 町づくり協定のルールに基づいたパトロールが横浜中華街八海共同組合によって開始され安心して来外者が楽しめる環境づくりに取り組んでいる一方中華街発展協会に加入していない店も存在しておりすべての中華街の経営者の間で理想像が共有されているわけではない1959年昭和29年9月10日日本で 初めて廃炉建設工事が着手された。当時の平沼良造横浜市長と中来清横浜商工会議所会頭はアメリカを視察し、横浜の戦後復興の一策として、横浜中華街を戦前のような特徴ある街に再建し、観光の呼び水とすることが必要だと提唱した。この呼びかけに地元家僑が共鳴し、 神奈川県と横浜市、横浜商工会議所などが協力して、廃炉建設の計画が持ち上がった。こうした動きの中心となったのが、当時の横浜家協総会の会長雪来博市、留日関東会館会長、法柱、陳道寺横浜家協と横浜の日中両国人の親睦団体である日中、協会常務委員の金子光一である。 ハイロー建設委員会の会長に推挙された金子は建設のために寄付金集め、設計案の調整、中華街側と役所側との橋渡しと東本清掃の活躍をした。その会あって、地元家境や日本人の有志84名の寄付金と、神奈川県と横浜市からの助成金を合わせ、133万円、余りの資金が集まった。同年8月17日に、 自震祭が行われ、9月10日に工事が着手。そして翌昭和30年に、鉄筋コンクリート建て、高さ13メートル、幅18メートルの極彩色の中国廃炉が完成した。門には、春秋佐市伝から引用した、親父前林の言葉を刻んだ額が掲げられた。昭和30年2月2日に、内山岩太郎神奈川県知事、孫。 平館中華民国総領事、平沼市長、中来商工会議所会頭らを来賓に招き、盛大な観光式が取り行われた。戦後復興への願いを込めて、パイローが建設され、その後東西南北の門が作られていった。そして、初代パイローから40年後、中華街では4つのパイロー、朝日門、延平門、須坂門、玄武門の改築が進められた。 カッコ内は最寄りのパイロを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。